はい、田中アモノだよ。今回はね、10連球団別スカウトをやっていきたいと思います。今年になってできたんで、多分いい選手しか出ないでしょうね。じゃあやっていきます。え、マジで S ランクマジ。マジ本当に出ると思わなかった。初期あの演出初めてかもしれない。最初に虹が出てくるの。自チーム最高。これは半端ない。何が出てきてくれるんだろうか。お、ここで西野。え、めっちゃ嬉しいわ。岡 A、めっちゃいいやん。最高。はい、猛獣レーン。これ確定なんでね。おーい。いや、どうせなら3体来てくれますよね。いやー、来てくれると思うな。これだけさ、一生懸命やってんだから、このゲーム。来てくれないと困るな。来てくれるよな。いや、まさか来ないなんてね。あるわけないよね。2、3体でしょう。持ってる。あんまりだ。次はね、巨人で欲しいキャラがいるので引いていきたいと思います。秋広来てくれるとな、助かるの。まあでもこれ鋭角だから。まあ出てくれるとは思うけどね。まさか出ないわけね。A ランク以上なんでしょう。ってことは理論上 S ランクも出るって可能性だよね。S ランクも出るよね。A ランク以上っつってんだもんね。はいはいはい。まあまあまあ。しょうがない。今回許してるか。まだ。はい、確定です。いや、これマジ2体来てほしい。冗談抜きで、これに関しては2体来てほしい。ちょっとね、巨人を強化したい。2枚確定の演出が出てこないですよね。賞味来て欲しくはあるんだよな。来てくれんかな、ほんと。まあ、1体だけか。まあ、いいでしょう。一番微妙なキャラ来た。使おうかな、もう。持ってるし。ということでね、プロスピ今回大奮発してくれてるんで、引くの結構ありだと思います。じゃあ。